はい、じゃあ次ね、ファーガス・マカフリー行きましょう。ファーガス・マカフリーの、4人の展示ですね。マシュー・バーニー、キャロリー・シニーマン、白髪和夫、田中ミントということですね。はい、じゃあ行きましょう。はい。で、まずシュニーマンからの作品からいきましょうか。で、私、この人はあんまり知らなかったんですけど、すごく面白かったです。去年亡くなった、方でですね、60年代ですね、まあ、パフォーマンスで、ずっといろんなパフォーマンス、女性ですけれども、かなりいろんなパフォーマンス、まあ、身体を使った、ね、パフォーマンスが、すごくこうどんどんたくさん出てきたときに、多くのパフォーマンスをしたアーティストだそうです。はい、で、まあ、いろんな本当に、すごく有名で、モアだこの作品自体もモアに、所蔵されてるみたいで、ネットでもね、展示風景とか見れましたね。はい、で、これ、まあ、映像なんですけれども、ほい、こんな感じになってて、あ、で、ファーガス・マカフリーってニューヨークのギャラリーですよね。で、ちょっと前に日本に行きまして、これすごいいいギャラリーで、まあ、有力ギャラリーですよね。で、日本の作家を、かなり扱っている有力ギャラリーっていう感じですよね。で、なんていうかな、その個展みたいなものをやるっていうタイプの、まあ、だから半分ディーラーっていうかな、系のギャラリーですけど、面白いギャラリーですから、ぜひね、まあ、お金もあるから、すごい展示もいいしね、ぜひね、見るといいと思いますよ。ただ、これ、でもな、言ってみ、まあ、僕の予想ですよ、僕の予想ですけど、やっぱりね、今ね、すっごいモノ派が値上がりしてるんですよね。異常なまで、まあ、異常とまでは言わないけど、ものすごいモノ派って値上がりしてて、で、モノ派の作品ってやっぱり海外にはそんなにめちゃくちゃいっぱいあったわけじゃないので、日本にやっぱりまだまだいっぱいあるんですよね。で、ある意味僕の予想では日本支社っていうかギャラリーを作ることで名前を売ってやっぱり作品を集めてるんだと思いますね。買ってるんだと思います。どっちかっていうとだから売るためのギャラリーというよりも買うためのギャラリーなんで買うためにギャラリーっていうかオフィスを持ってるっていう感じなんで、結構まあなんていうかな逆にお金にこだわらず面白いってものをポンと見せてくれるっていうかな、ところがあってそれがすごくいいところだと思いますね。はい、でこのシュニーマンなんですけども、この展示自体は再制作なんですね。で、まあこんなに綺麗な状態でね60年代のもの残ってないから。この、高速群みたいなものに、を使いながら、まあ、巻かれたりとか足だけ引っ掛けたりとかいろいろしながら作品を作るということなんだけどこれねものすごい彼女、80歳で亡くなってたんだけどちょうどでねちょっと前でも何年って書いてあるかなこれでもね見たら分かるかもねでもねこれ新しいんですよだから自分の家でやってたんってこれ家っていうかまあアトリエかなで制作してたらしいでしかも誰にも見られず一人でやってたみたいねこれで、再制作としてなんかまだできるのかな私みたいな感じでやってみたとらしいですねだから亡くなってから残ってたんじゃないかと思うんだけどうんこういうものですねはいで実はそのマシュバーニーもね一緒に出ててそれこそ高速のドローイングって言って彼が一番初めに有名になった彼イェールで、フットボールかなんかの選手だったのかなですごいこうスポーツマンでだったんだけどこのゴムみたいなのねゴムみたいなそれなんていうかなこう訓練するやつあるじゃないゴムでこうやって走ったりとかするやつあれを体につないでビヨーンとかって飛んだり跳ねたりしながらいろんなところにこう、絵を描いて絵っていうか、まあ、線っていうかドローイングしていくっていう作品でが高速のドローイングですよねで高速のドローイングで有名になったわけだけどでそれと似てるっていうかね、いうことを指摘されてることもあるらしいですね。で、確かに似てますよね。確かに似てるけど、ちょっと違う。彼女の方が全然、やっぱりフェミニズムっていうかね、そういうものと関係するアーティストだし、ちょっとコンセプトは違うわけですけどね、テキストが書いてあったりしますね。ウォーターとかね、Go to home とか書いてある。Go to home, water。とか書いてあったりするんだけどね。結構ね、この映像ね、サイケな感じでね、いいんですよね。映像とかパフォーマンスの記録なのかな。これ75って書いてあるけど、1975って書いてあるな、これ。75年の再生作なのかな。だとしたらすっげえ紙きれいに残ってんな。でも1975って書いてあるから1975なんだろうな。いや、すごいいい展示。かっこいいんだよな。こう自分自体が紐になるって感じだよね。だからやっぱこの高速具よりもつられるっていうかな、ね、サスペンションされるっていう、そういう状態の方が重要な気がしますね。サスペン、だから高速じゃないね。だからサスペンディッドペインティングみたいな、そういう感じだよね。だと思いますね。ちょっと違う。だから重力に抗う。でもな、どうなのかな。だから高速のドリンクは、マシュバには重力に抗ってるけど、彼女の場合はちょっと重力に抗う、重力と戯れるっていうかな、そういう感じですよね。だから紐自体が書いたみたいな感じがしますもんね、これ。紐自体になるみたいな。紐になるみたいな感じですよね。映像見てたらそういう感じですよ。ではこれ白川和夫。でもやっぱそら白髪和夫は有名になるわなって感じですね。こんなものないもんね。足がこれ、ね、足型がこれあっていいですよね。これすっげえいい作品ですよね。白黒の作品ですけど。ね、これ色あるんだよね。これ実はね、いいよね。やっぱすごいですね。でこれ田中泯さんね、これね、田中泯さん自分で撮ったらしいですよ。こんな場所があるんですね。田中泯さんのご自宅っていうかね、の近くなんでしょうか。ね、これ、ここで、これゆっくり動く、ね、映像なんですけど、新作らしいです。で、これマシュバーニですね。これ捕鯨のやつですね、捕鯨の。日本の捕鯨をテーマに作ってますよね。で、これ捕鯨の油で作ってるので、もうこれ完全に密閉されてますね。油だからね。で、これ捕鯨船。日清丸だったかな。で、こういう儀式みたいなのをね、しながらこう写真を撮って、いくとこれプリントがすごい良かったですね。これ油ですよね。このね、要は記念写真なんだよね、これ。カメラ目線だったりするじゃないですか。で、このわざとらしいポーズを取らせる、わざとらしさみたいなものっていうものをがすごい重要なんですよね、この作品って。やっぱこういうところはなんていうかな、単純に捕鯨に対して、イエスとかノーとかっていうんじゃない、応答、レスポンスをしてますよね。そういうところがやっぱりマシュバーニの凄さ、面白さだと思いますね。やっぱり世界、ナンバーワンのうちの一人っていうかね、ですよね。作り方も面白い。これね、プラモデルみたいに作ってあるんですよね。パチンと挟んで作ってあるんだけど。でももしかしたらこれ、でも油だよな。プラスチックなのかもしれないね。でも、なんていうの、鋳型みたいな、ピュンとはめたような、そういう作品なんですけどね。そういう作品ですね。ファーガスマということは、まあね、ファーガス・マカフリーの4人の展覧会ですね。で、グループ展っていうのはね、ほとんどね、やったことはないのかなみたいで、ですけどね、まあ、表参道か、表参道駅が一番近いのかな、か、外苑前、から歩いてすぐです。で、まあ、すごく面白い展示で、年内やってるんじゃないかと思うんで、ぜひね、見ていただければと思います。はい。以上です。しかし、こんなにも